パンジに近いテクニック、そこがクソヤミストです。まずはストップウォッチで計測、 Z から行ってみましょう。時間のよルーム。意外と足の動きっていうのは結構しっかりしてるね、うん、接地感も結構いいし、フロントのこう沈み方っていうか、全体的にそのストローク量もあるし、その段に対する通じ性もいい感じだね。お利口なんだけど、うん、やっぱり、うん、まあ、限界付近でのやっぱりコントロール性っていうか、やっぱりちょっとやっぱりコンピューターで制御されてる部分っていうのがあって、もう俺的にはこうはっきり言って、うん、もうちょっとやっぱりこうね、機敏な動きした方が全然面白いよね。そして NSX、 ちょっと安いマンションが峠を走ってるようなもんです。コーナーリング Z はっきり言って乗りやすいんだけど、もうコーナーリングスピードはもう全然違うね。やっぱりなんかすごい重心が低く感じる。そんなだらしなくこう車が流れるっていうのもないし、これだけやっぱりスピードがやっぱり違うと結構余裕がないんだよね。峠でね、Z と新しい Z と NSX と2台比較してみてね、まあ乗った感じはね、はっきり言って思ったよりもね、この車見かけによらず速いよ。普通にゆっくり走ると意外と硬いんだけど、コーナーを攻めると結構足が動くんだよこの車。トラクションよくかかるしね。ただ正直言って NSX の敵ではないね、まだね。ただこれだから、これからこの車をチューナーがどういうふうにいじるかだよ問題はね。だからいじればこの車もっと速くなる、俺は思うよ本当に。いよいよ直線テストの番。マシンは速度リミッターを解除しただけの完全な潰しの状態。まっすぐ専用といえばやっぱりこのおっちゃん。はいはい、5着までのね、ギア比で加速。